僕の名前はグチタルオ。ブラック企業で働く営業さ。僕の会社は金属加工を行う会社なんだ。僕はお客さんから来たオーダーに対して金属板を仕入れてうちで加工して納品している。ああ疲れたな。もうそろそろ18時か。今日も帰そうにないな。けどみんな頑張ろう。彼は僕のチームの係長。無能だ。良いやつ。優しい上司だ。くぅ来たよか。なあもう絶対もねえわ。マジでやってるね。毎日アホみたいに仕事が来て終わりっこね。彼は同僚の村人 A。 本当だよね。毎日無茶な仕事ばかり。それでいて上からは数字が足りないだろう、やる気がないだろう言われても、ほっとイライラするしくたくただよ。いや本当ですよね。もう全然分かってもらえない。今年のうちの株予算去年の 2.5 倍でしたよね。もう絶対行かないですよ。去年がたまたまラッキーパンチな案件が当たっただけだというのに。だよ。仕事は忙しい、給料は安い、残業代も出ない。正直バカみたいな職場ではあるんだけど、営業チームの仲間はみんな仲良くて同じ苦しみを分かち合えるから居心地は良かったんだよね。だけど数年先この時間をとても後悔したんだよ。よっしゃ今日も早く帰ろうか。うわ21時か。俺らもうまひってますね。あれから2年が経過していた。僕たちは相変わらず毎日忙しくしていた。そういえば明日から新しい人が入るみたいですね。どんな人なんだろう。いいやつだといいな。新しく入ってくる人、彼がうちのチームに激震を走らせたんだ。はじめまして、モンクタレオです。必死に皆さんの戦力になれるよう頑張ります。よろしくお願いいたします。彼は営業職でうちに採用になった。前職も営業だったようだから即戦力を期待し、今日から早速無能だのところで頑張ってくれ。無能だ頼んだぞ。はい部長。適当にフラフラしてたら貯金を使い切っちまった。ちょいと適当に転職しちまったが、ここがブラックじゃねえことを祈りたい。まあ俺のどだブラックなんだろうな。今日からよろしくね。このチームでは一応リーダーやってる無能だ。よろしくね。まあ全然リーダーじゃないし、そんなことできてないんだけどね。はい、よろしくお願いします。初対面からわざわざ自分を下げる必要はないと思うが、思うにこの人上に散々叩かれすぎて、謝ったり自分を下げることで自分を守ってる人かだとすると、この部署やばい匂いがするな。早速なんだけど、このお客さんお願いしたいと思っているんだ。製品とか仕事の内容はほとんどね午前中レクチャーしてますから、多分明日からできると思うんです。仕事が来たら都度教えますから。お早速ですか。はい、わかりました。頑張りますね。教育カリキュラムとか普通に存在しない上に、都合よく OJT を履き違えてる系ね。やれやれ、ここも必死に独学でやってくしかねえか。まあいつものことだな。全然終わらない。今日も残業だな。そうっすね。しかも今日の営業会議散々でしたね。本当ですよ、もう無茶ですよ。目標数値、部長は現場のこと何もわからねえで好きなことばっかり言ってるんですから。本当だぜ、好きかって言われたよな。いいか、目標に対して全然いかないのはお前らがやるべきことをやってないからだ。いいか、ちゃんと営業しろ。数字だ、数字を持ってこい。好きかって言ってくれるわ。俺たちこれ以上無理だ。これ以上忙しくなんかできやしねえぜ。タレオくんもかわいそうだぜ。えらい会社に入っちゃったな。なかなか無理げっすよね。いや忙しいを理由に何もしてねえからだろ。だがメンバー間の雰囲気はいい。ブラック企業あるあるだな。俺がガタガタ騒ぐと雰囲気も壊れちまう。どうした。あ、いや、とはいえこう毎日サービス残業当たり前にしつつ傷の舐め合いってのは俺には合わねえ。もうそろそろいいか。タレオ君仕事の状況どうかな。ああ僕は終わりそうなので定時で上がろうかと思いますわ。おお、そうか、すごいね。終わりそうなんだ。まあ残業出ないし帰れるなら帰った方がいいか。あ、それなんですけど、そもそも営業だから残業出ないっていうのはいまいち理解できないんですよね。うち別にインセンティブ制じゃないですし、規定とかむちゃくちゃ読み漁ったんですけど、そんな文言どこにもなかったんですよ。係長が言うように営業手当が給料に含まれてるって言ったやつ、それもどこにも書いてないんですよ。え、
そうなの？そもそもそれってどこで確認したんですか？今までそうだったし、過去にいた人たちからもそう聞いていたよ。愚痴が多い社員の特徴に正しい情報を調べもせず、過去の経緯をそのまま踏襲しているというケースがある。あら、そうなんすね。となると普通に残業代請求してもいいんじゃないですかね。給料テーブルとか残業代の計算とか結構規定に細かく載ってましたから、請求したら多分普通に支払われるんじゃないですかね。いや、過去にそんなことやった人いないからな。やったら何言われるか。そうだよ、だからさ、俺たち営業肩身狭いんだから、請求したら睨まれるよ。あ、そうですか。まあ過去の経緯とかありますもんね。だから僕はやっぱり支払わない対価で仕事するのは辛いので帰りますわ。え、仕事は？いや、さっき言った通り終わってますよ。ああ、そうだったね。っていうか、あんなに量があったのに。いやー、この数ヶ月で分かったんですけど、お客さんが望むものを正確に制作して希望の期内に届ける、これができさえすれば最終的に誰にも何も言われないんだなって。なのでプロセスは意外に誰も見てないので、無駄と思われる工程省いたり、フリーツール使って自動化したりしてるんですよ。なので他部署への業務指示とかエスカレーションをボタン一つでピョンとテンプレート化されたロボットみたいなメールが飛んでいくような感じっぽいにして、結構時間削減したりしてます。そんなことできるの？おい、そんなことやって問題起きなかったのかよ。社内からクレームとかなかったの？ああ、そこなんですけど、一応各部署に確認取っていましたよ。結局指示は内容が分かれば何でも OK ってことだったんで、俺たちは営業なので、まずは売り上げが正確に上がる方法と無駄な時間を削除して、その時間を営業に当てようかなって。なので定時に上がれるぐらいには無駄を省いておきたいなって思っただけです。すごいなあ。確かに僕たちは同じ仕事をずっと大量にただやり続けていただけだった。ただ会社に対して愚痴をこぼしていて、何か努力したり考えたりはしていなかったな。え、布だ。今月はいくら？すいません、目標の半分もいきませんでした。一体何やっているわけ？やれよな。やると言った数字は必ずいくんだ。簡単に言うけどさ、もう去年みたいなラッキーパンチないんだよ。今年無理に決まってるじゃない。そしてタレオはどこ行った？すいません、なんか客先のアポがあるって言って今日は参加できないらしいです。なんで分かってこれないんですかね。行くわけないのに。むちゃくちゃっすよね。無能ださん、これ以上何ができるんだよ。去年みたいなラッキーパンチ案件ないし、何よりこれ以上仕事増やせない。毎日22時ぐらいまでやってるってのに、これ以上何やれって言うんだ。すいません、戻りました。おい、タレオ。え、あ、はい。営業会議はまあいい。で、今月どんな感じだ？今月は目標が5000万なんですけど、もう7900ぐらいは行ってます。ちなみに今日は来月受注分の案件をクロージングしてきました。結構大きい案件でして、それがあるので来月も一応目標に対して 170% ぐらいは割いていくと思います。すごい。やばい、一日が終わる。まだ全然仕事終わってないのに。ほんとだよ、今日も残業だ。といえば、タレオ、お前なんでそんな数字いくんだよ。ああ、いや、なんすかね。目標が設定されてたので、その目標をどう達成しようかなって試行錯誤してたら、なんかうまくいったって感じですかね。バカ言えよ。あんな無茶苦茶な目標だぜ。行くわけないじゃないか。なんすかね、多分、そういうとこっすね。ぶっちゃけ去年の数字とか案件とかいろいろと見せてもらったんですけど、まあ確かに今年の目標マジで気が狂ってますよね。それに今年だけじゃなくて結構毎年むちゃくちゃな目標値になってますし。だろう、そうなんだよ。上は何も分かっちゃいねえ。もうバカだからな。タレオがさっき言ってたそういうところっていうのは。ああ、いや、俺はこの目標を渡された時に思ったことは、これどうやったらクリアできるんだろうなっていうのを考えたんですよ。結構非現実的な数字ですけど、まあとにかく可能性を探したいなって。今までの営業が本当にベストだったのかとか、そもそも忙しい忙しいって効率化含めてもっと何かできねえかなって。すごい。いや、だって怒られるの嫌ですし、あと非効率な仕事ってめんどくさいじゃないですか。あと俺さっさと定時で帰りたいですし。タレオっぽいな。といや、無能田さん、ここ3年で目標って何回クリアしました？いや、さすがに毎年むちゃくちゃだからね。ここ4年は一回も達成してないし、行くわけないよ。すいません、多分そういうところっす。言い方むちゃくちゃ
悪くなっちゃうんですけど、もう負け癖がついていて、目標に対して達成する方法を考えるより前に行かない理由を探しちゃってるんですよ。うわ、俺も最近タレオの動きとかを見てて思った。俺たち何も考えず、ただ文句だけ言って傷を舐め合って、やってもないのにこれ以上無理とか決めつけてたんだよな。正直やれることめちゃくちゃありましたよ。そもそも明確な目標設定してない時点で、普段の仕事をただただこなすだけになっちゃってんですよ。むちゃくちゃな数字であっても、やろうと思った時に今までやってなかった営業方法とかターゲットを決めたりとか、いろいろ考えて実際にトライして、結果どうなったかなーって PDCA 回し続けると、意外にいろんな結果が出たりするんですよ。タレオだからできるんだよ、俺たちには。染みついちゃってますよ。だからやる前からやれない理由を探しちゃいけないってことですって。よっしゃ、今日はみんなで飲みに行きますか。俺この前受注したやつが過去最大のサイズだったみたいで、実は特別ボーナスもらっちゃったんすよ。やれやお金くれる会社っちゅうことも分かりましたし、その金でおごりますよ。実際に数字を上げてる人間の言葉は心に染みた。そして実際に特別ボーナスが支給されたことを目の当たりにし、タレオを中心に徐々にメンバーの姿勢が変わっていった。お前らすごいじゃないか。全然去年と違うぞ、動き方も考え方も含めてな。ありがとうございます。ほんとタレオのおかげだぜ。生意気なやつだったが、すごいやつだったな。ほんとに。しかし辞めちゃうんだもんな。信じられんわ。俺たちの部署がブラックな感じじゃなくなった途端、突然なんか飽きちゃいました、またフラフラしてきますだもんな。イカれたやつだぜ。